ダーネの街を攻撃するアメリカ海兵隊と傭兵プレスリーネビルオバノンはアメリカ海兵隊の軍人最終階級は大尉、アメリカ合衆国とオスマン帝国の独立最三州であるトリポリとの間で発生した第一次バーバリ戦争において決定的な戦果を挙げた第一次バーバリ戦争で活躍した戦いの発生した地名からダーネの英雄と呼ばれ アメリカ海兵隊の公式の歌である海兵隊参加の歌詞にその功績が反映された伝説的人物である。オバノンは1776年にバージニア州のホキーヤ軍で生まれた。オバノンは1801年1月18日アメリカ海兵隊に入隊し、中尉の時に第一次バーバリ戦争に従軍し、1805年4月27日から 発生したダーンの戦いにおいて、7名のアメリカ海兵隊の文献隊と約500名の現地で集められた傭兵から構成された部隊を率いて約4000名のバーバリ海賊からなるトリポリ側の部隊と交戦した結果、トリポリ側の根拠地であるデルネを占領して、この戦争におけるアメリカ合衆国側の勝利を決定的なものにした。この際、占領の証となる正常期は、 オバノン自身の手で翻している。決定的な戦力差を覆して勝利を収め、アメリカ合衆国の歴史において海外の占領地に初めて正常期を翻した。この功績は海兵隊参加の歌詞、ツーザ・ショアーズ・オブ・トリポリに反映され、今日に伝えられている。また、この戦いの後、オバノンはハメット・カラマン・リデンカからダーネの戦いにおける勇気を称えられて、 カラマンリ殿下個人の所有物であったマムルーク圏を賜っている。この時オバノンがカラマンリ殿下から賜ったマムルーク圏を改良したものは M1850 として採用され、一時期を除く現在に至るまで儀礼用の範囲にとどまらず、戦闘用の使徒も含めアメリカ海兵隊将校の正式装備品となっている。1807年3月6日、大イで、 アメリカ海兵隊を退役したオバノンは、ケンタッキー州に引っ越した。1812年、1817年、1820年から1821年の間において、ケンタッキー州議会の会員議員を、1824年から1826年の間は、同州議会の上院議員を務めた。1850年9月12日、ケンタッキー州のフランクリン軍で死去し、 現地の墓地に埋葬されたが、1919年にフランクフォートンの墓地に再埋葬された。なお、アメリカ海軍は歴代艦艇のうち、駆逐艦3隻にオバノンの名を命名している。ありがとうございます。